ロマン派音楽は古典派音楽をロマン主義の精神によって発展させていったほぼ19世紀のヨーロッパを中心とする音楽を指す。ロマン派音楽は文学、美術、哲学のロマン主義運動と関連しているが音楽以外の芸術分野でロマン主義が1780年代から1840年代まで続いたのに対し音楽学で慣習的に使われている ロマン主義の時代は、それとは異なり、古典派音楽の時代と、近代、現代音楽の間に挟み込まれている。したがって、ロマン派音楽は、大体1800年代初頭から1900年代まで、続いたとされている。ロマン主義運動の思想は、真実は、必ずしも氷に遡り得るとは限らず、感情や感覚、直感を通じてしか到達し得ない世界には、 逃れようもない現実があるというものであった。ロマン主義文学は感情表現を押し広げ、より真相に隠れたこれらの真実をえぐり出すための戦いだった。一方、ロマン派音楽はオーケストラの規模を拡大したとはいえ、古典派音楽から受け継がれた楽式の構造は維持した。ロマンティックな音楽という日常語は柔らかく夢見がちな雰囲気を連想させるような、 音楽という意味で使われる。この用法は、当時確立した、ロマンティックという言葉の含意に由来する。だが、ロマン派の楽曲がすべてこのような形容に当てはまるとは、限らないし、ロマンティックな楽曲が、必ずしも、ロマン主義の時代と結びついているわけでもない。ロマン派の時代には、バロック音楽や古典派音楽から受け継がれた、火星語法を言い表すために、 調整という概念が確立された。バッハ・ハイドン・モーツァルト・ベートーベンらによって示された偉大な機能化製法を、ロマン主義の作曲家は自分たちの半音階的な新機軸に混ぜ合わせようと試みた。より一層の動きのしなやかさとより大きなコントラストを実現するため、またより長大な作品の需要を満たすためである。半音階技法だけでなく、 不協和音も一層多用されて様々に活用された。例えば、しばしば最初のロマン派の作曲家と見なされている、ベートーヴェンや後のリヒャルト・ワーグナーは、火星法を拡張し、以前は使われなかったような和音を用いたり、従来とは異なる方法で既存の和音を扱ったりした。ワーグナーのトリスタンとイゾルデに参見されるトリスタン和音は、 化成機能の解釈の仕方やその美学的な意味をめぐって多くのことが論じられてきた。作曲家はますます遠隔調に転調するようになり、古典派の時期に比べると予備なしの転調が頻繁になった。時には転調の軸足となる和音に変わって音符一つで転調することさえあった。このような音符をエンハーモニック的に書き換えることによる遠い調べへの転調を フランツリストラの作曲家は試みた。どの蝶にも映ることが可能になるゲンナナワ音のような仕掛けも積極的に研究された。ロマン派の作曲家は音楽を詩に見立てたり女子詩や物語の構成に似せたりした。それと同時に演奏会用作品の作曲や演奏のためのより体系化された基礎を彼らは作り出した。ロマン主義の時代にはソナタ形式など 以前の習慣が規則化された。歌曲の作曲においては、旋律や主題に、ますます焦点が向けられた。循環形式がいよいよ積極的に多用される中で、旋律の強調は現れた。当時ありがちだった長めの楽曲にとって、循環形式が重要な統一手段であることは、明らかだった。以上の傾向は皆程度の差はあれロマン派、音楽以前にも現れていた。 それでもロマン主義の時代にはそういったものが中心的に追求されるべきものとされたのであった。ロマン派の作曲家は科学技術の助けも受けた。例えばオーケストラにも匹敵するほどの力強さや音域をピアノにもたらしたように、科学技術は重大な変化を音楽にもたらした。ロマン派音楽の時代を通じて戦われた議論の一つは音楽と音楽外の言葉や発想源との 関係であった。19世紀以前にも、表題音楽は、ありふれたものだったが、音楽形式と音楽外の霊感をめぐる葛藤は、ロマン派音楽の時代を通じて、重大な美学的命題となった。論戦の発端は1830年代に、エクトルベルリオーズの幻想公共局まで遡る。この作品には、詳細な表題が添えられており、評論家や有識者に、 解釈の場を与えた。攻撃者の筆頭で、ブリュッセル音楽院の院長フランソワ・ジョゼフ・フェティスは、この作品は音楽にあらずと断じた。一方の擁護者の旗頭は、ローベルト・シューマンである。ただし、優れた音楽は、おかしな題名によって損なわれる。優れた題名があっても、おかしな音楽の手助けにはならないとも論じ、彼は表題そのものには、否定的であった。 音楽外の霊感という発想を擁護する役目はフランツリストに委ねられた。時間が経つにつれて両人営から論争が仕掛けられ上のような亀裂は一層明白になった。絶対音楽を信じる者は音楽表現は形式の完成にかかっているとして古い音楽で不演された見取り図に従った。その頃公式化されつつあったそなた形式が最も 有名な形式である。表題音楽の信奉者にとって、詩など音楽外のテクストの女子的な表現それ自体が形式だった。だから音楽形式を物語に従わせることが必要なのだと生活を創作に捧げる芸術家は論じていた。持論を発想したり正当化したりする過程で、両派はベートーベンへと遡った。 リハルト・ワーグナーとヨハネス・ブラームスのそれぞれの支持者の反目によって、この分裂は次のように見なされた。すなわち、言葉などの音楽外に関連するものを持たない、絶対音楽の最高峰がブラームスであり、私的な実体こそが、火星や旋律を充実させた音楽を形作ると、信じているのは、ワーグナーである、と。この論争を引き起こし影響力を与えた要因は、 複雑である。ロマン主義の死の意義の発生も確かにその一つだし、演奏会や家庭で歌えるような歌曲の需要の増加もまたしかりである。もう一つの要因は演奏会そのものの変質であった。演奏会の曲目は雑多な楽曲からより特化された曲名と絞り込まれ、大きな表現力と特定の目的を持った気楽曲が次第に要求されるようになった。 音楽街の霊感の実例には次のようなものがある。ブラームス・ジミエから出発した、ゼムリンスキーや、シェーンベルクですらも後には、公共誌を手掛けた。リストなどのピアノノビルトゥオーソは、オペラのアリアや、シューベルトラの歌曲を編曲、改作して、器楽曲へと仕立て直した。マーラーの公共曲では、自作歌曲と密接な関連を持つものも多く、 しばしばオーケストラ伴奏歌曲やオラトリオカンタータと融合したような例も見られる。歌劇においてはバロックオペラや古典派のオペラで確立された様々な形式が緩められ打ち壊され互いに溶け合う傾向にあった。ギリシャ神話のようなヨーロッパにとって普遍的な題材よりも各民族の神話や民話、伝説、歴史に題材が求められた。 ワーグナーの学劇においてこの傾向は頂点に達した。ワーグナーの作品では、アリアや合唱、レチタティーボ、気楽曲を互いに切り離すことはできない。その代わりにあるのは、連続した音楽の流れである。別の変化も浮かび上がる。カストラートの衰退によって、テノールを主役に配置することが定式となり、合唱は一層重要な役割を与えられた。また、後には、 歴史的、神話的な題材よりも、現実的な題材を好む傾向も生まれた。フランスでは、ビゼーの、カルメンなどが書かれ、イタリアでは1890年代になると、ベリズムオペラが作り出された。ゼムリンスキーや、シュレーカーラが、世紀末のウィーンで、現実的な題材に挑み、とりわけ、コルンゴルトの、死のとは、第一次世界大戦後のドイツ語圏で人気があった。 特定の国と特別の関係で結ばれた音楽を作曲したような国民楽派の作曲家はたくさんいる。国民楽派はいろいろの道のりを経て現れてきた。例えば、ミハイル・グリンカの歌劇がとりわけロシア的であるとすれば、ベドジフ・スメタナやアントニーン・ドボルジャークの歌劇はチェコの民族部曲のリズムや民謡の主題を利用している。19世紀後半には、 ジャンシベリウスが、フィンランドの女子レ彼ラに基づく楽曲を残し、公共しフィンランディアは、フィンランド民族主義の象徴的な楽曲となっている。ナショナリズムの項を見てください。ロマン派音楽においても、楽器法の開発は続けられた。ベルリオーズのような作曲家はかつてない手法で、還元楽法を施し、改めて管楽器を目立たせた。 従来は滅多に利用されなかったピッコロコーラングレ、オフィクレードチューバハープのような楽器を取り入れて、標準的とされるオーケストラの規模は膨れ上がった。ワーグナーとブルックナーは、ワグナーチューバも重用した。より大編成のオーケストラの利用に加えて、ロマン派音楽の特色として挙げられる点は、作品が長くなりがちだったことである。 ハイドンやモーツァルトの典型的な公共曲は演奏時間が25分程度しかないが、ロマン派音楽の開始に位置づけられることもある、ベートーベイの公共曲第3番、英雄は48分程度の長さである。とりわけ、ブルックナーやマーラーの公共曲において対策家の傾向は頂点に達した。なお、マーラーの公共曲第8番では膨大な人数の合唱と、 演奏者が指定されたことにちなんで、千人の公共曲とも呼ばれた。ロマン派音楽の時代は、楽器演奏の名人の台頭する時期でもあった。バイオリニストのニコロ・パガニーニは19世紀初頭のスターの一人であったが、その名声は、大抵の演奏技巧と同じくカリスマ的資質に由来するものと見くびられていた。リストは、非常に有能な作曲家であっただけでなく、 大変人気の高い名ピアニストでもあった。このようなビルトオーソの出演する演奏会は、作曲家よりも大人数の聴衆を呼び込みがちであった。ロマン派音楽の時代区分については、様々な見解があるが、次のように区分する例がある。1770年代もしくは1780年代のドイツにおけるシュトゥルムーンとドラング運動とともに、 ロマン主義的な文学の時代は始まったとしばしば言われている。それに影響を与えたものは、シェイクスピアの戯曲やホメロスの詩、民族的な神話だった。ゲーテやシラーのようなドイツの作家が急激に態度を改める一方、スコットランドでは、ロバート・バーンズが民謡を書き留めようとしていた。この文学運動は、古典派音楽の時代の作曲家にも様々な形で、 影響をもたらし、芸術的な表現において凶暴性を募らせていった。しかし、大抵の作曲家が、宮廷音楽家である限り、王公貴族の庇護を受けるためには、ロマン主義と謀反にかかずらうことはできなかった。フィガロの結婚が、革命的であると非難されたモーツァルトが上演に、手こずったのがまさしくそれであった。作曲や演奏の基準が増していき、 音楽の標準となる形式や内容が作り出されたのも古典派の時代である。E.T.A. ホフマンがハイドンやモーツァルト・ベートーベンのことを古典派音楽の三大作曲家と呼んだのも来ないことではない。古典派の時代における最も決定的な方がは半音外技法と火星的な曖昧さである。古典派の主だった作曲家は皆曖昧な火星法や 長調と短調を慌ただしく行き交う手法を用いて真の主張を伏せている。その最も有名な例の一つがハイドンのオラトリオ、天地創造の開始における音楽的カオスである。だがこれらの脱線にもかかわらず、楽曲において緊張状態となったものはアーティキュレーションのかかった学説、俗調や近親長調への移動、テクスチュアの透明性である。 1810年代までに半音階技法と単調の利用や多くの転調を経て、より低い大幹へと向かっていく傾向がある。後に、このような音楽運動の中心人物とみなされたのは、ベートーベンであったのだが、主題の素材により、半音階的な進行を取り入れようとした、当時の趣味を実際に代表するのは、であった。より多くの音色の要望と、 古典的な形式感の要望は、互いに矛盾するものであり、音楽を破綻させるものだった。その反動の一つが、オペラへの動きであった。オペラでは、たとえ形式的なモデルがない箇所でも、台本が構成を示してくれるからである。E.T.A. ホフマンは、今日ではもっぱら批評家として著名であるが、当時は、歌劇、ウンディーネによって、音楽における過激な改革者とみなされていた。 破綻に対するもう一つの反動は性格的消費にへの動きである。中でも新規な商品の一つが野草局であった。野草局では火星の密度それ自体が音楽を先に進める推進力となっている。楽曲素材に対する1810年代までの変化は戦慄中における半音階の一層の利用やより 表情豊かな火星法への要求と並んで、一目瞭然の変化となった。ナポレオン後のヨーロッパという新しい環境では、訴求力を持つ作曲家のための舞台が出来上がった。これらの作曲家の第一派は、おおむね、ベートーヴェンやシュポア、ホフマンのほかカール・マリア・フォンウェイバーとフランツ・シュベルトであった。これらの作曲家は、18世紀後半から19世紀初頭までの、 演奏会の劇的な急成長のさなかで育っている。大勢から従うべき模範として認められていたのはベートーベンであったが、クレメンティの半音階的な旋律に加えのオペラ作品も影響力を持っていた。それと同時に、中産階級にとって自宅での音楽活動が家庭生活の重要な部分となりつつあったため、民族誌への曲付けやピアノ伴奏歌曲の作曲は、 作曲家の重要な収入源となった。このようなロマン主義の波において重大な作品は、などである。シューベルトの作品は、当時は、聴衆の前での演奏が限られていたが、次第に衝撃力を広げていった。対照的に、ジョン・フィールドの作品は、すぐ有名になった。フィールドが、ピアノのための性格的商品や部曲を作る能力に恵まれていたからである。 ロマン派の作曲家の次なる一段は、である。皆19世紀の生まれであり、初期の経歴から作品の創作に取り掛かっている。メンデルスゾーンはとりわけ早熟であり、二つの弦楽四重奏曲、弦楽八重奏曲、演奏歌謡女曲、夏の夜の夢を完成させたのは、まだ10代のうちであった。ショパンは、ピアノ曲の作曲に集中しようとしていた初期に、二つの、 ピアノ競争曲と練習曲集を完成させており、ベルリオーズはベートーベン以後で最も重要な交響曲の先駆け、幻想交響曲を完成させている。また、今日では、ロマンティック、オペラと呼ばれている音楽は、パリや北部イタリアとの強力な関係によって成立したものである。 フランスの超絶技巧のオーケストラとイタリア風の声楽の旋律戦や劇的な燃焼力との結合は原作を大衆文学から取る傾向と相まって今なおオペラの舞台に君臨し続けているような感情表現の一つの規範となっている。が、この頃すこぶる人気であった。ロマン主義のこのような局面についての重要な視点はピアノの演奏会の幅広い人気であった。 当時のリサイタルは人気のある主題による即興演奏や商品、ベートーベンやモーツァルトのピアノソナタなどの大作から構成されていた。最も重要なベートーベン弾きは後のシューマン夫人、クララビークであった。鉄道や蒸気船によって旅行が勘弁になると、リストやショパン・タールベルクといったピアノのビルトゥオーソは演奏旅行の回数を増やし、 国際的な聴衆を獲得した。演奏会はそれ自体が事件となった。このようなビルトゥオーソ現象の波に乗って成功を収めたのがニコロパガニーニだった。1830年代から1840年代にかけてラを含む音楽的な世代が最盛期を迎えた。当時、音楽活動で主流の様式ですらあったパリ音楽院が手本となった。 ポスト古典主義様式だけでなく、宮廷音楽までもが演奏会のプログラムを左右していたが、公共楽団のような団体による定期公演がメンデルスゾーンによって進行されてからは、このような演奏形式は衰退した。音楽は半ば宗教的な経験とみなされるようになり、楽友協会が演奏会の一部となって、全時代の演奏会とは対照的に形式バッタ態度が取られた。 リヒャルト・ワーグナーが最初に成功したオペラを制作し、学劇という概念に至る構想を大胆に膨らませるようになったのも、この時期である。自称革命家で常に再建者や異性者とトラブルを抱えたワーグナーではあったが、身の回りに気の合う音楽家を集め始めた。その一人がフランツリストであり、両者は共に未来の音楽の喪失へと没頭した。 文字通りのロマン主義は大雑把に見るとヨーロッパ情勢を一変させた1848年の革命の年をもって収束する。パガニーニやメンデルス・ゾーン・シューマンらの聖居やリストのリサイタルからの引退に加えて写実主義のイデオロギーの高まりとともに音楽活動の新しい波が訪れた。この新しい波については詩や絵画の場合と同じく ロマン主義というより、ビクトリア朝文化と位置づけるべきだと論じる向きも、英国にはあるが、この時代のクラシック音楽の中心地であった大陸、ヨーロッパは、英国のビクトリア朝とは直接の関係はないので、その代わりに、19世紀後半の音楽については、後期ロマン主義音楽と評されている。19世紀も後半になると、ナポレオン以降の時代に向かう舞台である。社会的。 政治的、経済的な変化の多くが社会に定着した。電信技術や鉄道がヨーロッパをかつてないほどに近づけた。19世紀初期のロマン派音楽の重要な特徴であったナショナリズムは政治的、言語的な手段によって公式化された。中3階級の読書家を狙った文芸作品は出版活動の固定や 主要な文学形式としての小説の進行に繋がった。19世紀前半の登場人物はその多くが引退、または死去し、あるいは音楽活動の最終段階を迎えていた。残りの者のは定期的な演奏活動や利用しやすい経済的、技術的な資源を利用して新たな方向に突き進んだ。半世紀にわたって楽器の改良が加えられ、 バイオリニア・ビオラのアゴて、バルブ式の金管楽器、ピアノのアクションの二重エスケープメントは、新規なものから標準的なものへと定着していった。音楽教育の機会の劇的な増加は、音楽活動家にとっては、自らの聴衆の増加を意味するようになった。音楽院や音楽大学が設立されたのも、この時代である。自前の財力を当て込んだ、工業種となることよりも、 他人に教えることによって安定した活動を続けられるという場が音楽家にとっての音楽院や音楽大学であった。以上の変化は公共曲や競争曲公共史といったジャンルの巨大な波やパリロンドンイタリアにおけるオペラ公演の拡大によく見られる。独王権においてはリストやワーグナーによって推進されていた後期ドイツロマン主義がさらに進化し、 大規模な学劇や公共詩が書かれるようになった。ワーグナーが1850年以降に完成させた数々の学劇は、火星法や還元楽法などの音楽語法や芸術思想など、様々な点で、独王権のみならず、フランス、イタリア、東欧、北欧諸国など、ヨーロッパ全土に大きな影響を与えることになった。また、公共局においてはに、学劇と、 公共史においてはに、歌曲においてはにこの流れは受け継がれた。後期ロマン派音楽には、特定の国々で民族音楽や民族史と結びついた民族様式が登場し、重要な作曲家を巻き込んでいった。音楽論においては、ドイツ様式、イタリア様式といった概念が長きにわたって、確立されていたが、19世紀になって、進行を見たのは、 グリーン化に始まり、ラに受け継がれたロシア様式だった。同様の流れは、チェコのやフィンランドでも見られ、不服戦争後のフランスでは、ラの指導のもとに、アルスガリカを標榜する国民音楽協会が設立され、ハンドイツロマン派音楽を叫んだ、印象主義音楽誕生の土壌となった。大抵の作曲家は、目的において民族主義者であり、 古国の言語や文化に関連したオペラや音楽を作り出そうとした。民謡に興味を示したブラームスにも民族主義的な傾向は認められる。またこの時期、エジソンらによって蓄音機が実用化され、音楽は自由に録音再生できるようになった。1889年、ブラームスはエジソンの依頼により自曲、自局。 ハンガリー部曲第1番を自ら演奏して録音した。これは史上初のレコーディングとされている。19世紀に生まれた作曲家の多くは20世紀に入ってからも明らかに全時代とつながりのある作曲様式で創作を続けた。例えば画奏である。しかしモダニズムの作曲家の中にも初期にロマン派音楽の様式を取るものは少なくなかった。 などのいくつかの還元楽曲やなどの例がある。とはいえ、19世紀音楽の構造や表現技法は単なる異物というわけでもなかった。は、1950年以降も著しくロマン派的な様式で作曲し続けている。無調整や新古典主義などの新たな風潮は、ロマン派音楽の優位に挑んだものの、対策においては、 調整思考の半音階的な音楽語法が、顕在化している。ラは、モダンな作曲家であるとの自覚を持っていたものの、作品においてはしばしばロマン派音楽の要素を、引き継いでいた。ロマン派音楽は1960年頃、レトリックとしても、芸術的にもどん底にあった。未来は、前衛音楽と共にあるかに思われた。パウルヒン・デ・ミットが、 いかにもロマン主義に根ざした様式へと後ずさりする中、大抵の作曲家は別の道へ進んだ。保守的なソ連や中国のアカデミックな序列の中でだけ、ロマン派音楽がぴったりと収まったかに見えた。しかしながら1960年代の後半までに、ロマン派音楽の表現様式の復活が始まった。ジョージ・ロックバーグは、グスタフ・マーラーを模範に引き出し、 音列技法から調整へと回帰した。このような試みには、ニコラス・モー、ロバート・ヘルプス、デービッド・デル・トレディチのような同志がいた。こうした動向は、新ロマン主義とも評され、ジョン・コリリアーノの、公共曲第一番などもその一つに数えられている。ロマン派の音楽様式が生きながらへ、むしろ栄えてスライる分野は他にもある。映画音楽の世界である。 ナチスドイツを逃れて、米国に移住した、ユダヤ系作曲家の多くは、ウィーンで、グスタフ・マーラーに支持したか、その影響を受けていた。マックス・スタイナーによる華麗な映画音楽、風と共に去りぬは、ワーグナーのライトモティーフとマーラーの還元落法を、用いた実例に他ならない。ハリウッドの黄金時代の映画音楽は、ラの創作に重きを置いていた。 次世代の映画音楽の作曲家らはこの伝統に従って20世紀後半を代表する映画音楽をいくつも残している。日本に洋楽が本格的に流入し授容された時にはすでに明治時代になっていた。ロマン派音楽の流れを19世紀を中心に考えるなら日本の幕末から明治時代にほぼ該当することに注意すべきである。日本人が クラシック音楽として、いち早く馴染み、親しんできたのが、ベートーベン以降のロマン派音楽であり、その、伝統が、今なお根強く定着していることは、象徴的である。現在ロマン派の主要な作品の日本初演は、大正時代前期から、昭和時代初期に、東京音楽学校で行われたものが多く、演奏履歴はまだ100年経過していない。また、 文部省昇華の作曲家は、多少のプロテスタント信者が混じっていたため、賛美歌の構成原理やテクスチュアが、昇華においても少なからず参照されている。多岐連太郎はいくつかの昇華や、極わずかのピアノ曲において、日本的な音組織を利用しているが、一方で、花のような作品では流霊で洗練された、メンデルスゾーンやシューマン以来の伝統に従っている。 多岐レンタロウが日本語の抑揚と西洋的な音階を自然に一致させることに成功したことにより日本語歌曲の歴史は豊かな未来が保証されたと言ってよい。山田工作はリヒャルト・シュトラウスやドビュッシー、そしてとりわけスクラービンへの系統から一時期モダニズムに接近しかけたものの結局のところはロマン派音楽に回帰した。その動きは同時代の文学界における 日本ロマン主義と相通ずるものがある。多岐連太郎に習った東洋的な戦法とリヒャルト・シュトラウスに影響された半音階的な火星法と凝ったピアノ処方、異国趣味を強調した題材、神秘主義はいずれも山田が強固なまでのロマン主義者であったことを物語っている。山田は日本楽団における長老として長らく君臨し、 戦後の三人の会の段幾間にも影響を及ぼした。段も山田と同じく近代ロシア音楽に造形が深かったが、とりわけムソルグスキーとラフマニノフへの熱愛を告白している。合唱組曲、筑後川などに見られる重厚な棒状和音の連続は19世紀ロシアピアノ学派の影響が明らかである。ただし、気楽作家としての段は、 ロマン派的な声楽作家としての段とは違った顔を持っている。別宮貞夫は、東大卒業後に、パリ音楽院で、ミオとメシアンに支持しているが、音楽的には、ベートーベン以降のドイツロマン派音楽の流れに立ち、日本における新ロマン主義音楽の騎手として、数々の超的な気楽曲を手掛けてきた。実質的なデビュー作である歌曲、桜王朝は、 私的な情緒と著しい叙情性、民族的な音組織、音楽外のテクストを示唆するピアノの伴奏において、ロマン主義の成熟した形を、すでに体現している。明治期に、開国を迎えたショックは、日本人にとって大きく、それ以前の音楽もそれ以後の音楽も吸収が、未消化のまま、第二次世界大戦の敗戦を迎え、大衆音楽の時代を迎えた。 このことから、日本の商業音楽のコード進行や、メロディーライン、果ては、クライマックスの形成まで、すべてがロマン派音楽の構造から脱却できていない、ことは多く指摘されている。ウルリヒ・ミシェルス編、図解音楽辞典、角倉一郎日本語版監修、白水社、1989年、401ページ。ISBN4 から560036861による、 区分、ありがとうございます。